はいどうも、アニマルパテマサでございます。というわけで、先日買った子1個ガラス水槽の 120cm 水槽に入れてたら多すぎたんで、こちらの、はい、鯉が入っております。はい、ブリード水槽の方に移しました。デッドロックのね、はい、鯉の方も入っております。2日間の厄浴を経て、ちょっと挙動不審ですけども、はい、マゴイでしたね。はい、ニゴイじゃなかった。こうやって見ると普通ですね。もっと細長いかなと思ってましたけど、普通の鯉でございました。はい、あくびしてるな。うん、可愛らしい。まあ大きくなったらね、また釣った場所に逃がしてやろうかなと思っておりますが、一時的に飼育したいなと思っております。はい、そしてただいま成長させております。エンドリケリ5匹順調でございますね。はい、こちらもね、すくすくと育っておりますが、まあこちらの方は素人飼育員レポート、動物飼育員レポートの方でまたね、詳しくやっていきたいと思いますので、まあ順調だということだけお伝えしておきたいと思います。でですね、はい、今回これです。実は240センチ水槽規格でメルカリで販売しているものが売れました。グソックが売れて取引が完了しました。で、売れた金額と送料とか、手数料差し引いた金額で2300円か400円ぐらいになりました。はい、あと、まあステッカーが売れた分と合わせまして、この魚を2匹購入いたしまして、もう見えてますね、見えてます。まあ、こちらも頑張って30センチに育ててやりたいなと思っております。はい、さあ、まあ見えてますね。もうベビーって書いてますけどね。はい、買ったお魚はこれですね。おっと、鯉子が来てる。鯉が来てますね。はい、このまま鯉もでっかくなってきたりしてね。まあこの鯉子は食えねえだろうな、こいつではな。まだ食えねえだろうな。出てください、早く出てください、早く出て。下がすぐ消えた。はい、でもう一匹の方もね、はい、出てください、出てって、そう、出ろ言ってた。よし、ちょっとカメラに収まりましたね。収まりました。はい、泳いでおりますね。あら、3匹になりました。というわけで、今回買ったのもシルバーアルバナのベビー2匹、まあ、計4匹になりましたね。もう前のやつがどれか分かんないですね。大体一緒ぐらいなんでね、サイズはまだね。はい、まあこちらの方もちょっと育てていって大きくなったら、うん、はい、欲しい方にね、譲ろうかなと思っております。まあ目標としては30センチぐらい育てたいので、まあ3ヶ月から4ヶ月ぐらいはうちで飼育しようかなと思います。で、こちらの方の水槽は60センチの規格水槽、規格水槽でワイド水槽なんですけども、奥行き45、高さ45なんで、2ヶ月もするとちょっと手狭にはなるかなと思います。2ヶ月、まあ3ヶ月はちょっと厳しいかなと思ってるんで、その時にはまあホワイト水槽と、ガラス水槽に2匹ずつ分けて入れるか、もしくはガラス水槽の、アルビノシルバーアロワナのウルトラショートボディ、それを、ホワイト水槽で混泳始めようかななんて思ってるんで、まあそれも見据えての今4匹です。大きくなるまでね、まあ少なくとも、40センチ50センチぐらいまではうちの水槽でも飼えると思いますので、そこらぐらいにこの4匹の引き取り手がね見つかればね、いいかななんて思ってるんで、じっくりベビーから飼育していきたいなと思っております。はい、綺麗ですね、可愛い。ベビーの時可愛いな、特にこのヒゲの長さが可愛いね。いいですね。ほんと元々のやつがどれか分かんなくなっちゃったな。あ、なんか一個ヒレやられてるな、尻尾かじられたんかな、あれいつかじられたんやろ。うーん、これアロワナ同士でかじったんかな、この後から来るやつね、あの一番細いやつ。いや、だけどこれ、この一番細っちょいの、今回来たやつじゃないのか分かりませんけど、まあいいですわ。あれぐらいすぐ治ると思いますね。というわけで、まあ、鯉もね、上の方で、戯れておりますけども、シルバラアロワナが、はい、4匹になりまして、はい、この子たちを大きく育てていきたいな、なんてね、
思っております。また経過の方は飼育員レポートの方でまたやりたいと思いますので、とりあえず今回は購入したということで、はい、こんな感じになりました。濃いな。おそらくエンドリケリーが食ってます、ちょこちょこっと。はい、アロワナはまだ食えないかななんてね、うん、思ってますね。というわけで今回はシルバーアロワナのベビーをさらに2匹追加したという動画でございました。さあ、もうこれ以上は増やせません。うちで管理できませんのでね、はい、あとは成長を見守るのみです。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。